車の疑問に答えるか、といえば、グーネット買取チャンネル。今回は、ローンが残っている車は、下取りに出せるのか解説していきます。自分名義の車でないと、下取りや売却はできない。車の名義が本人である場合、下取りや売却はもちろん、他人に譲渡するのも、処分するのも至って自由です。利用者が返済できなくなった時に備え、車の所有者をディーラーや審判会社にしておきます。これが、所有権留保です。 なぜローンが残っている車に所有権が付けられているのか。ローン会社は、ローンが支払い不能になった場合に、所有権を持つ車を回収、売却して未回収額を補填するため、ローン支払い中の車を担保に取っているわけです。ローンが残っている車の名義を自分に変更する方法。一つ、下取りや売却で得たお金でローンを完済する。二つ、現金または他の借り入れでローンの残りを完済する。 3つ、次の車の購入ローンに残債を上乗せする。所有権留保の解除に必要な書類と手続きの流れ。所有権留保の解除は、その車の使用者自身で行うこともできますし、現在の所有者であるローン会社やディーラーなどに任せることもできます。所有権者であるローン会社やディーラーに手続きを任せてしまえば、必要書類も少なくて済み、陸運支局にわざわざ出向く必要もありません。 ローンが残っている車を下取りや売却するときの注意点。一つ、可能であれば下取りや売却の査定前に所有権は解除しておく。所有権留保がされているかどうかは車の下取りや買取りを行っている業者からすれば車検証を見るだけですぐにわかります。二つ、残債分は次の車の購入コストとして計算に入れておく。ローンが残っている車を下取り、 売却したい場合、必ず何らかの方法で残債を完済しなければなりません。結果として、今の車の査定額分よりも、次の車を安く購入することはできないでしょう。ローンが残っている時は、下取りより売却の方がおすすめ、ローンが残っている、いないにかかわらず、車を手放すのであれば、できるだけ高く査定してもらいたいと思うでしょう。一般的には、下取りよりも売却の方が、高い査定額が付けられる傾向にあります。 基本的には今の車のローンが終わってから次の車を購入した方が良い。今の車がヒクラで下取り売却されるにしてもローンが残っていなければ得たお金を乗り換え予算に回せるためローンが残っている場合と比較するとかなりの差額が出てくるでしょう。最後にまとめです。車の名義が本人かまたはディーラー、ローン会社かによって下取り売却が可能か変わるので必要書類を用意して適切な手続きを行い車を下取り売却を行いましょう。 あなたの愛車を高く売るなら、グーネット買取へ、詳しくは概要欄の URL をチェック。